日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートコレクションのポテトチップス5種類を食べたいと思います。こちらが絶品薄塩味、濃いめの海苔塩味、旨辛チリ味、濃厚コンソメ味、そしてオーザック。一つだけちょっと違うの入ってますけど、まあそういうのもいいですよ。というわけでこれが絶品薄塩味を、はい、やっぱりポテトチップスは薄塩からですよねと思うのは自分だけ。はい、見た目はこんな感じです。シンプルですね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。最初に食べた絶品薄塩味はもうその名の通りシンプルな薄塩の味が効いたポテトチップスで、最もポピュラーな味でしたね。なので意外性を求める方にはちょっとかもしれませんが、安定性を求める方にはいいと思います。でこちらの濃厚コンソメ味、こちらも定番ですね。薄塩味よりもやっぱり濃厚と書いてるだけでコンソメの味は強く感じ出ていました。なのでちょっと味が強いレギュラー版がお求めの方はこちらがいいですね。で今回唯一の変化球王座、これは自分はあまり食べたことないんですよ。食べてみるとやっぱり他のポテトチップスとはちょっと違う気がしましたね。全然パリパリ感が強いというか、そういう感じです。でバーベキュー味なんですけど、札幌ポテトのバーベキュー味などとは違って、どちらかというとニンニクの風味が強い大人向けのバーベキュー味といった印象でしたね。なのでバーベキュー味でもちょっと大人向けの味を求める方にはいいと思います。そしてこちら濃いめ海苔塩、海苔塩ですが濃いのは海苔の方ですね。なので海苔を求める方にはぜひお食べてほしいです。以前食べたカルビーの47都道府県など海苔がなんか地味だなっていうようなものがあったんですが、これはかなり海苔が主張強く前に出てきているので、まさに海苔を感じた感じのポテトチップスですね。三面塩はちょっとどっかに行っちゃったかなっていう気もしますが、最後の旨辛チリ味、旨辛なのでそんなにいいかなっていうような辛さではなく、後からほんのりピリピリ振るんです。まあ最後の方でちょっとピリピリに耐えられなくてちょっと飲み物を飲んでしまいましたが、ちょっと刺激が欲しいっていう方にはいいかもしれませんね。で今回の中だと自分はこの海苔塩が一番好みでしたので、これを代表としてこちらの点数とさせていただきます。もちろんどれも美味しかったです。ポテトチップスといってもいろんな種類メーカーがありますからね。これは小池屋さんのメーカーポテトチップスのようですが、カルディとはまた違った美味しさがあって良かったです。それではタンヤ強情張りこのツール先で、何を意地張ってるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。